疲れ様スラットです。今日はですね、こちらゴブリンマシンやっていきます。さあこちらね、先日登場した新カードなんですけども、これがヤバすぎるとね、今話題になってます。はい、クラロワ8年の歴史で一番の壊れだとね、はい、今騒がれてるんですけど、まあその性能をね、はい、紹介していきます。まあ、こんな感じで歩いてる時にロケットを放ちます。はい、3秒期4秒期、 3.5 秒期だったかなと思います。でこれは陸にも空にも飛んでいきます。まあ、通常攻撃は陸にしかできないんですけど、このロケ自体はね、はい、空にも攻撃できるんで、まあ、ぶっちゃけこれでバルーンとか、まあ、ビグルとか何でも、倒すことができるかなと思います。で HP も結構硬くて文句ぐらいあるかな。で5コストのウルトラレアと、言ったところですね。でまあ同じタイミングで出たあのゴブリンの呪いも一緒にね、はい、今日は使っていくので、まあ、軽く紹介すると、こんな感じで5秒間ね効果が発動されて、その間、円の中にいるユニットに与えるダメージが 50% 増えます。なので、まあ、結構ポイズンとかとの組み合わせは強いかな。そしてその間に倒した敵がゴブリンに変わるよっていう、なんかおもろいやんみたいな、何それみたいなね、はい、新しい、これまた壊れです。おめでとうございます。はい、まあ、だいぶ強い。このゴブリンの呪いでさえも、まあ、ぶっ壊れなんですけど、ほんとゴブリンマシンが今出しておけば何とでもなるみたいな、こいつだけでね全てが解決しちゃう、攻め守りも、十分というわけで、まあ、高回転ゴブリンマシンね、やっていきます。でもゴブリンマシンしかいません。はい、他を使う理由がないです。強すぎます。その意味が分かんないぐらい強いんで、まあゴブリンマシンを対策した、まあ、ペッカを入れたね、ゴブリンマシンやっていきます。頭ないともね、はい、そうなんです。当たり前です。今のクラロはこれです。これ以外考えられません。はい、でまあめちゃめちゃ近いユニットにはロケット撃たないんですよ、ゴブリンマシン。なのでまあこのちょっと近距離のねこのペッカとか強いで、一つ言い忘れてたんですけど、このロケット撃つんですけど、その、まあ、火力普通ロケットなんですけど、普通ロケットとかってタワーに対してはなんて倒れと少ないじゃないですか、ダメージ。まあこの大会レベルだとね、ロケットのダメージは580ぐらいあるんですけど、まあ、タワーは基本的に370ぐらいに落ち着いたりするんですよ、基本的にね。けどなんとそれ変わんない。今回のこのゴブリンマシンはタワー A だろうがユニット A だろうが共通の580ぐらいをね、火力を出すので、そうだから今タワー折れって理由はそれでさえ、なぜタワー折れたんっていうのは、まあ、580ぐらいが、2体いたから。はい、で秒で倒されたって。いやマジやばくない。いやでもこっからでも勝てるのがこのねゴブリンマシンです。はい、からのね、よしで攻撃速度もねなんか地味に速いんだよな。よし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 、ロケットロケットロケット、気持ちいいね。ロケット打つよ、このハンドピューンって、早く打ってくんねえかな、おいっていうね。グロすぎん、どういうこと、嘘ですかってなるよ、ガチ。なんかたまにあるやん、クララエイプリルフールボケみたいなね。違うんすよ、ガチなんですよこれ。だから困ってるんですよね。ほんまにネタじゃないんですかってね、誰しもが思ってると思うんですけど、ネタじゃないんですよ。だからこの呪文でさえもだってもうめっちゃ強いのにさ、これ止まんないっすよ普通に考えたら。でこれ俺もゴブリンの呪文あるんで打って、でレイジでロケット撃つのをね早めて、で円にいる中のユニットを倒したらゴブリンになっていきます。このコームでゴブリンになります。やめてペッカ、オッケーオッケーオッケー。で地味にねこの円にもダメージあるんで少ないですけどね。はい、でゴブリンも生まれてみたいな、これ進化助けに負けるみたいな話ある俺。おいロボットゲーミングです。はい、いかにゴブリンマシンを、まあ、多く出すかみたいな感じかな。でまあ一つ、まあ、コツというか重要ポイントは範囲攻撃なんで、ちゃんとロケットと同じなんで、その
2体3体重なってるとその分損しちゃうんですよ。だから2体ね、後半出すと思うんですけど、まあ、自陣でも受けると思うんですけど、距離を空けた方がいいね。なんか真ん中ら辺と隅っこら辺でなんかどっちかにロケット打たれたらどっちかはね打たれないみたいな感じにしないと、本当にね軽くバケモンすぎて一瞬で解けます。もうすごくないこれどういうことっていう、俺もペッカペッカかこれ、もしかして。いやこのペッカ解けたらゴブリになっちゃいます。そしてマジやばやばい、本当に笑えない、全然笑えないんすよね。あでもこれ強いっすよね、ゴブリンになってみたいな。でこのスケもあのゴブリンが邪魔してんな。いいね、ペッカが入る。オッケー、これはねちょっとゴブリンマシンとしてペッカが強すぎるんで、まあ起きたことね。でまあエリポンもね、はい強いです、強いんですけど、まあこの正面ぐらいまでゴブリンマシンに迫られちゃうとエリポンもはい簡単にロケットで壊されちゃうんで、まあ、このタイミングね来られると嫌だねっていう。あボイドだ、えてかボイドそのバランス調整があって3回打たれる間隔が早くなったんですから、1回目ね円が出てから打たれるまでがちょっと遅くなったんで、気づいた人はいるかもしれないんですけど、今そう円が来てからやばいって思って急いで延命間に合います。はい、なので今俺が延命できなかったのは単純に反射速度、反射神経遅かっただけです。はい、これロケットね熱いですよ、2体今ね2体に当たってるはずです多分。でこれがビューンっつってなんだこれいややばい、いやおもろいんですけどクソおもんないっていう、なんだろうね。あだからちゃんとなんか警戒しとかないといけないか。まあ暇なんで一回待って俺もやっちゃう？ゴブリンマシンマシン。でもこれマジ2体重ねてると秒で解けるって言ったじゃないですか。でまあだからこの辺の1コスとかで避けたいっすよね。この1コスとかでケアしてできるだけね受けたくはない。うんすごーいねあなたあなたすごいね。これもう行っていきたい。ああこれでもねおもろいよ、ゴブリンになるんでこいつら。でゴブリンになったけどスケに食われてゴブリンになってみたいな、もうこの呪文もすごいねーっつってやばすぎるね。これミサイルで吹き矢とかしばけるでしょどうせ、でゴブリンになるみたいな。いやもうねカオスすぎる、なんか特殊モードなんかたまにさこの辺にさよく来てたやん特殊モード、あれだよね、あれよりもやばいのが通常モードで言ったら採用されちゃったみたいな。間違えたんじゃねえか運営、大丈夫かな普通になんかね今までのクララを返してってちょっとというかまあだいぶ思うけどね。なんかまあどうせ顔は来ると思うんですけど、どうせ顔は来ると思うんですけどけどよ、なんかねわかるやんこれに関しては、やばいことはわかんないわけないやん。やばいエリポにレイジ当たんなかったもん、まあ、一旦エリポン行くよな。でミラーエリポンまでもねそうなんです、一緒なんですよこれ本当にグロいわマジ、いないもんな。でなんか中途半端にウィザードとかリトルプリンスとかを入れるとより弱いんですよ。なんか入れたくなるんですけど、だからみんなで同じさえ、みんなこれ何も変わらない。まあ1枚2枚なんか数枚違うとかはありますけど、こうもう1枚来てくれたらよかったな、来なかったな。まずいか、アイスピのケアもしかしてやばい、ゴブリンになる。ロケコいやー痛い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 マジでエリポンを行けばまだあるか。はい、すごいんだよな本当に面白くないですかこの
超次元ロボットバトル、マジで超次元すぎるよなこれ。ペッカから合わせれるのでかいな。これさ、いやどうなんだろう、左側ゴブリンマシンかける2ありだけどな。普通にか、なんか強すぎる。いやゴブリン、マジでこれカオスすぎんこれ、すごくない、このなんかスケ対抗ゴブリンの増殖みたいな。今までだったらありえないというかさ、まあ、今でもありえないんですけど邪魔すぎる、もう私やばいよなこれ。なんか状況把握が難しいわね。でしかも残りさ、もう20秒ぐらいになるよ、終わったよこれこれ守れるかな、これやばいよ、ロップテックがさ定期的に来るね、これやばい、ワンチャン耐えれる、やばいやばい、耐えよ人、ワンチャンガチのワンチャンね。あんのかこれ、いやマジやばすぎる、なにこれ、どういうことマジやばい、誰か助けてこれ、どういうこと、本当にやばいよな、どうするこれ、これこれどうすんだよこれ、おもろすぎるやろこの神ゲー。いやこのスケがさ、やばいやばい、もうなんかすごい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 、嘘みたいな、嘘みたいな、え、これでもさ、ロキコにさミサイル撃てれば、撃って早く、あ、でもタワーに撃ってんのもでかいか、お、ちょっとあるか、まずいぞ、これさマジでさワンチャン掴む、あーうまい、え、でもこれさワンチャンないから惜しい、耐えて、ああどういってそれ、それでこれ勝ちさ、落ちるのやばくない、これこんなにロケットのさ威力もやべえし距離もやべえし、なんかロボットもやべえし、なんか呪文もすげえしみたいなこれやばいな、マジやばいよ、俺なんか普通にクララはインストールしてすぐの人にも負けれる自信あるもん、このデッキだったら逆に世界チャンピオンとかにも正直勝てる自信あるよな。あーもう先にリボンから言った時点でね結構負けますこれ、はい、この対決はリボン置くだけ強いんでね、いやーマジこれやばい、やばいです、すまないよななんかクララってこんなんだったっけ、マジ普通なんか大丈夫そう。あ、この呪文を打ってるとそのね呪文の中にいる敵は 1.5 倍ダメージ受けるんで、まあ、打ち毒か。ユニットとユニットがぶつかるときに。ガンガン打ちますか。まあ、多分相手もエリポンミラーあると思うんですよね。どうなんだろう。ないことあんのかな。エリポンミラー、ロボットミラーじゃない方が珍しい。てか、ロボットミラーって言ったけど、この子の名前はゴブリンマシンでしたね。はい。と、ゴブリンの呪い。マジ、クラロワの呪いだよ。どうすんだよ、まあマシン出してこれやばいよな、
すげー、空にも攻撃できるんでね、それが素敵。おえもうようわからんくない今のがね、正直で、これがロケット入ってんのもやばい、そのマジわからんグロすぎる、マジ。その俺の好きだったクラロワ返して、ちょっとマジで、やばいのよくわかんないよマジで俺の大好きだったクラロワどこ行ったんだろうな、なくなっちゃったよ。おなんかおもろいことにはなっているきつすぎる。すグロい、なんかやばい、あもうなんか何なんだろうね、終わっちゃった気づいたら終わっちゃった、もうおもろすぎる、しょうもなさすぎるし、すげえなこれ、なんか難しいな難しいゲームになっちゃったよこれ。どうやったらさ勝てんのこれなぜ勝ったかなぜ負けたかの言語化をできるものなのかこれは。いやーエリポンいたもんな俺、ちょ恐ろしい、ちょ待って、全然12勝する気でいたんだけど、もう2連敗したもんな気づいたら、ようわからん間に。はい、ゴブリンマシーン、ゴブリンマシーン、よしいいよ、でレイジかけて、はい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 、え、なんか俺の弓って弱くねこれまずいな、なんか全然勝てないな。あこれ 1.5 倍だ、相手のこのゴブリンの呪いの呪文の使い方がうめんだな、知らんけど。ロボット出してゴブリンの呪い打ってレイジ打ってピューン、勝てますかねこれ。やべえ、まずすぎる展開が。エリポンこの辺とか置くとね、マジこっちに来たあのゴブリンマシンにぶち抜かれちゃうんで、あんま出したくないんですけど、ペッカやめて、やばい、いや深海スピで救える、実は。いいねいいね、おもろいな、なんかやばい、え終わったわ、何これマジで何これ、俺これでチアオールされるんだ、えマジで無理だ、どうしようやばい、えよくわからんけど3連敗したもんな、マジよくわからんや、わあ壊滅的だ、どうするこれマジでどうするんだ、どうにかそのもう下方じゃなくていいみたいな消してくれればいいな一旦、えぐい、もう初手ロボットロボットやん、やばいやばい、なんか今までもねやっぱフェニックスモンクだとか、あとはダクネ最強時代とかね、いろいろありましたけど、まあ日になんないぐらいやばいよな、なんか今までのがへぼく感じるような、こんなん見てると。はい、あーでもマイティちょっと強いやん、なんか一人と助けて、なんで俺が使うとこうなのいやでもこれに関しては俺が使っても勝てる、誰が使っても勝てるよマジ、うん、
マジやばいな。同じようなね、まあ同じようなエリポンからのね、まあマイティだけね、ちょっと気ぃつけて一旦エリポンなどを取り返したいな。はい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 、まあいいんですよ、まあ、そんな何でもいいんですよ別に。このねゴブリンの呪いで言ったら相手のね脆くなるんで 1.5 倍ダメージ入るんで、こうユニットがぶつかるところで呪い打って、マシン出して勝ちかな。はい、マシンマシンペッカマシン、まあどっちでもいいな。マシンからのペッカでもよかったが、はい、これどうせどっかに打つ。はい、これで500。はい、よし、これペッカで釣りながらの魔術。ここであれがあったらさ、神なんだよな。これゴブリンになるっすよ。レイジおい、ゴブリン生まれます。ペッカ、なんでもいい、ゴブリンになるよ。あんたたち、あんたたち全員ゴブリンにな。あれ、うわーやばい、入り場罰、超近距離にはねロケット打たないんで、この子。それだけね、悲しいお知らせではあるが。おー、なんかおーみたいなまでこれで、ロケットのダメージ結構入るんでね。はい、うわーすげえ、うわすげえなこれ本当に。なんかいやもう何も言えねえけどな、これは終わった、終わっちまう、終わっちまえよこんなの終わっちまう。ゴブリンマシンミラーしてペッカ出してレイジとあの真珠も打ったらどっちかが勝ってるどっちが勝つかわからないああボイトね、まあ多分エリポンがね結構多いんですよ。そうだからまあそれに対してのボイドも結構いるかなっていう感じだよね。まあペッカ当てれたら強いけど、ペッカが来たらどうしようっていう話だよね。ああ、あれ使いたい、これで潜れてディよし。でこのカウンターを狙おう、めっちゃいい、いい作戦で、レイジー、え、ボイド打った、コストあんのかな、そんな。よし、ロケットで、ペッカが入るよ。まあ、11ね。で、この後ね、ちょっと、ロケで削ってくれるんで。マジでおもろすぎる。どうする、これ。まあ、ボイドあるんで、置かなくていいか。で、最悪、もう一回ペッカ出せる。し、まあなんか、回して、ゴブリンマシンの背中のロケットでも、勝てそうな。よしよし。まあ、どっちでもいいな、行くの。ミラー行きたいよな。うわ、まずい。なんかどう見てもまずい感じにはなってるが、意外と良かったりする。これレイジ打ってゴブリンが生まれて、いいよミサイル、いやこれキングに打つのすごいな。もう一発、うおい、え待って、ミサイルあと2発とかやれ、頑張れないかな。あー一個やばい、こっから打つに一発やばすぎる超遠距離砲すぎん、5コスよ。なんかまあ9コスとか言われてもなんかちょっと強いかなみたいな9は分かんねえが、まあ7コスぐらいでもね
なんか許せるぐらいな気はするけどな。許せない。ナナコスでも。え、これやべえよな。まあやべえどころじゃねえんですけど普通にそのやばすぎるから本当に環境こんな終わってるんですけど、今までの環境を幸せに感じてくるな、これ最近ので考えたら。これやべ、いらねえ、なんか変な呪文した。もう一つ来んのかな、これ来ないでほしい。もしミサイルやばすぎる、やばすぎる多すぎる。てかそっから飛ぶのもうおかしいって、これマジでおかしいって。え、何これ、今までのなんかバカみてえじゃん俺ら、あんな橋渡ってさ何だったんこれ。あー一発入る、ピュンついやー。まあベッカ出しちゃうかも先に。相手きつそうじゃない。あーエリポンもねちゃんとねそれあるんですよと、からのよね、早くあの壊れを出したいな。いいよそういうの。はいはいはい、あとは祈り。はい、やばいこれ、おぶでーぶでー。もうさすがにこの辺で止めりゃもうミサイル届かんだろうっていう話よ。でこれで 1.5 倍のダメージ与えるようにしてボコして、いや強っ、なんかマジ 1.5 倍のダメージ与えるのも謎だしなゴブリンマシンじゃねえ、ゴブリンの呪い両方にも納得いかねえわ。よいしょ、まずいな、やばずっとタワーに行かれるのやだな。やばいこのダメージ痛すぎる。え、相手がゴブリンにすんなら俺だってゴブリンにするしマジ何これ、どういうこと。やばいです本当に。クラッシュロワイヤルがなくなってしまうかもしれない。待って、ゴブリンバレル来たら珍しい。え、そんなことあんの。え、ちょ待って、初めて来たまともなデッキというかね。え、いやまともよ、大まともよ、普通のデッキが来た。相手ロケットタワーに当たってねえよ。え、これでさ俺が負けた方が幸せなんだよね。だから言ったら冷静に考えたらね、この環境を変えれるってことだもんな、このカードたちがあれば。どうなんですかね。いやー後半、いやだってこれさあれですら破壊するよ、どうせインフェルノタワーとかテスラとかミサイルで、でゴブリンになるやん。一旦検証してみる、どうなるか。インフェ、まあまあ、ああ強い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 、めっちゃいい、めっちゃいいロケットきたわ。そのロケやばいね、相手の一発のあの6コスのロケットと一緒よ3コスのついでで一緒だからな。マジで呪っちゃうぜ。もう一個いく俺、全部ねロケット撃てんの強い。
やー、これで守られたらな、本当に幸せなゲームに戻れるかもしれないんですけどね。いや、あ、無理だよな。いや無理なんですよ。無理だから、こんだけロボットがいんねん。うわ、頑張ってるやついた、抗おうとしてるやついた、この環境で頑張ろうとしてるやついたけど無駄ではあるか。マジで無理なんだよな。多分いろんなプレイヤーがね、抗おうとしたと思うんですけど、抗えない。これに関してはもう不可能。もう打っとけいかんな、こんな、はい、ミサイルが落ちて、うん、まあこれ遅れてペックか、やばい、痛いが、まあ逆に殴らした方がロケット撃たれなくて済むみたいな。よいしょ、すげえ、アイスゴールはまずいな。なんでちょっとこのペッカに対して、あー、でもこれ幸せすぎん、これ。まあ、いやでも幸せではある、今のでね。タワーに入るんですから、ダメージ。レイジで一発ねじ込もうとしてるやん、やべえな。火力がまずおかしいでしょ。あ、まあ全部おかしいか。おかしいとこ探し始めてたけど意味ねえわ、全部おかしかったわ、はい、存在がおかしかった、こいつゴブリンマシン。そこまで言っちゃかわいそうな気もするが。まずいかな、これ。いや、進化助だけ。オーケーオーケーオーケー、もうあと何でもいいよ。オーケーオーケー、さあ好きにしてもらって、エリポンだけもう一回置いちゃって、一回だけね。さあ、でここで止めればあなたは無能。あのリトルプリンスもミサイルでさよならと。はい、うんうん、いいねそれ。攻撃速度地味に速いのもいいよな。いや削り強ー、そのロケ行くよー、マジ無限よー、こっから足場いっぱい行くかんね俺。ミサイルすごいよーこれ。誘導したいんかもしれんけど、ミサイルすごいよーっつって、え、うわー、マジで悪気はないね、仕方ない、その俺も勝ちたいし。俺も勝ちたいからこうするしかない、初めからロボット出すしかないね。許してくれ、許してくれ、しばらくみんなロボット出す。というわけで本当に明日もロボットあげます、明後日もロボットあげます、下方来るまでロボットあげます。まだ持ってない方もね、こういうチャレンジならね、はい、使えますんで、ぜひやってみてください。めちゃんかおもろいです。ではお疲れ様でした、またね。